お茶お茶はいはい、じゃあ、はい、マスクかぶってて、はい、まあベスト3を上げてほしいな。ベスト 5でもいいけど、こいつはやらしいバッターだなとか、こいついいバッターだなと思って感じたのって、ベスト5、ベスト5それ聞きたいです。ぜひ順位をつける。いや順位はつけなくても5人5人ですか。そうですね、まあいろいろバッターいたの。はい、まずやっぱりすごいなと思ったのはイチローです。おお、そう、まあ、何がすごいの？あのキャッチャーって、まあ、ピッチャーが投げた瞬間にある程度の軌道ももう分かるじゃないですか、うん、でその投げた瞬間によしって思ったボールってまあまあいいバッターでもファールぐらいにしかならないんですよ、うん、よしと思ったボールに対しては。で大体まあ見逃し取れたり、うん、空振り取れたりで凡打になったりするんですけど、イチローはよしと思った瞬間バットがこうパーンとめちゃくちゃ速く出てきたんですよ。で三遊間にマシンでヒット打たれたんですよ。と思った。こいつやっぱすげえと思って。こっからそのボールに対して先輩じゃん。いやー本当に嬉しいっす。もう速さがやっぱ一番速かったです。あいつは。そうだ。すげえ。それどこの球だったの？外アウトロー、アウトローの147キロのストレート。もう本当アウトローいっぱいですよ。追い込んでから。はい。よしと思って、見逃し取れたと思ったんです、投げた瞬間。そこからバット出てきましたから。キャッチャーってさ、見逃しの方が嬉しいの、それとも空振りの方が嬉しいの、三振取って、よく言うじゃん。まあ一緒ですね。一緒です。あの思い通りに、要するにことが運んだ時には嬉しいです。だから例えば、まあ、計算通りっていうこと。そうです、そうです。だからじゃあこのボールをこういうふうに進めていって、最終的にはここにゴロを打たしてやろうと思って、うん、リードするでしょ。それを出したときはもうガッツポーズですよ。よし、もうキャッチャーの醍醐味というか、やったみたいな。だからそう、まあそういう形で配球していって、最終的にここで見逃し取ってやろうと思って取った見逃しを取ったのも一緒です、うん、だから一緒です、それは。なるほど。はい、はい、2人目。それと一緒の現象がもう一人いたんですよ。テキサスレンジャーズにいた、うん、ゴンザレスっていう右バッターがいたんですよ、でっかいね。どこにいたレンジャーズ。あ、日本には来てないです。日米野球で感じたんです。おー、そう。このバッターも僕はそれ感じたんですよ。そう、もうそれセンターまで打たれました。弾丸ライナーで。ただリーチが長いとか、まあまあそれもあるし、スイングはまあ速かったです。速かった、はい、それメジャーまで飛ぶ。まあまあ僕その人でしか覚えてないんで。ゴンザレス、はい、それまあでも強烈な印象があるって。そうです、イチローと同じような感覚なんだ。それは右バッター。右バッターです。ゴンザレスって言われてもな。お前の顔はゴンザレス。誰がゴンザレスですか。だいぶ前ですよ。だから僕の一番最初の日米に出たぐらいかもしれないですね。最初の頃。じゃあ若い頃。そうです、若い頃です。で、あと、まあ言うと、広島の前田。前田は言うな、みんな。やっぱり何バットの出なの。バットの出ですね。もうあいつが絶好調の時、どこ投げてもフェアゾーンに入れられるっていう感覚があるんですよ、まあ、それもヒットにされるということ。ヒットにする確率が高い。前田の一番ウィークポイントだったのはどこなの？アウトロース。インコースはさばける。インコースは全部さばけます、状態がいい時。そういうバッターも珍しいよな。インサイドでも高めが弱くて低めが強いっていうやつもいるじゃない。全部が強い。ほぼ全部打ちます。アウトローアウトローをもうボテゴ、あのゴロに刺すっていう。もうそれしかない。もうそれしかない。面白いっすね、これは。いや面白いよ。やっぱ相当な人間たちと戦ってきてるからね。はい、4人目です。か4人目はね、思いつかない。はい、まあ例えば、まあ、4番の風格、4番のオーラが、僕はまあ、ね、長いことやりましたけど、4番のオーラを感じたのはやっぱ清原さんなんですよ。ああ、はい、清原、はい、やっぱ4番のオーラはやっぱ一番感じた。それは松井でもない。松井は4番は、僕は4番とは感じなかったです。なるほど、はい。でも落合さんとかもやった？やりました、ちょっとだけ、現役は。あ、や結構やりましたね。でマスクかぶったでしょ。かぶってました。でバッターで迎えたでしょ。はい、どうでもね、僕はもうで本当にレギュラーで
出かけた頃ってもう落合さんちょっと落ち目だったんですよね、結構、まあ、力が落ちてた、そうですね、で打席に入ってきて言うのはもうあれですよ、分かってるなって、インサイドはそうです、そうだよね、そうです、投げさせたくないみたいなね、そうそう、はい、まあ、その印象しかないんで、金本とかどうだ、金本さんはどっちかというと読み合いになる、読んでたの、金本さんは読むタイプですね、いや読むバッターと自然に打ちに来てるバッターって、はい、やっぱこう1球投げてタイミングを見てるの、はい、あこいつ変化球回ってるんだとか、そうですね、だから読んでくるバッターの方が僕は対戦しやすかったです、はい、何考えてるかっていうのが、ね、そうです、それをなんとなく分かる方が僕は抑えやすいっていう言い方はちょっとね、うん、変ですけども、そんな感じです、だから動物的な選手とか、対戦成績の少あ対戦数の少ない選手が苦手だったんですよ、うん、抑えるのに、その動物的な感覚を持って一番持ってるなっていうのは誰か思い当たる、ね、最近だと菊池ですね、広島の、まあ、あれは分からなかったです、分かりづらかったです、はい、その何を読んでるのかっていう、はいはい、そういう時ってどうするの、そういう時はやっぱり初球から入れないでしょ、それもに入れないですね、ちょっと変化球で様子見とくか、もう打ちに来たところでもうこのボールで打ち取るっていう感覚の方が強い、高かったですね、なるほどね、だから打ちに来られてもこのボールで打ち取れるボールを選んでなるべくやってました、でも相手がそこを待ってたら動物的な感覚のやつって、はい、ウィークポイントも何もないでしょ、ないやっぱ捉えてくるよ、そうなんですよ、それがやっぱりそれが分からないんですよ、ウィークポイントがあるもう完全であるバッターだったら、はい、そこをまあとりあえず困った時に言っとけばっていうのがある、ね、はい、でそこを意識させればやっぱ片方がまたね、うん、ちょっとまたウィークポイントになってくるんで、そのせめぎ合いじゃないですか、うん、そういうバッターって、でも動物的なやつって急に打ったりするでしょ、でそうなんですよ、だからそれが嫌なの、困るんですよ、その動物的なことが菊池は守備にも生きてんのかねまあそうですね、猿みたいだもんね、だから一見雑に見えるんですけど、まあスタイルですよね、あれが、だから分からないのがさ、ランナー一塁でさ、はい、2番打ってて、はい、流してくるだろうなと思うところを、はい、引っ張ってくるじゃない、そうですそうです、で気分的に乗ってる時って右打ったりとかしてくるんだ、はい、それ困るよ、思います、あれは菊池なんだよ、はい、今、ね、みんなが知ってるところで言うと、うん、原監督とかどうだろう、僕正直原さんのファンだったんですよね、小学校、うん、ちょうど豊さんそうそうでしょ、で一回り違うんで、豊さんがプロ入った時に僕ちょうど6年生か5年生なんですよ、うん、小学校で、僕田舎だったから、うん、まあ太陽戦なんか映んないんですよね、まあそうそうだ、ジャイアンツ選手か、いや俺も見てなかった他のところはジャイアンツだけが広島戦、そうそうそう、ね、広島に来たチームが、うん、で、まあ、原さんが入って、あの時にね、水野のジャージの CM をしてたんですよ、あれを僕が買ってもらって来たりしてね、打ち方も真似したりして、で、そういう憧れの人が、まあ、一緒に打席に立つ機会が買ってきました、もう初めて見た時、なんて太いふくらはぎなんだと思って、オーラも感じた、感じました、やっぱりふくらはぎが見たことないぐらいの太さなんですよ、すげえな、それでインサイド行かなかったそうですね、結構外に叩いてたよね、ぶつけたら怒られる嫌われるとかそういうのあるの、やっぱ、いや、そこまではないけど、そこまではなかったですね、でも、敵じゃない、はい、その感覚がなくなったっていうのはどのぐらいかな、あ、このバットを抑えなきゃいかんって思ったの、ここ結構試合数最初は出てたんですけど、でも その最初の試合数って僕の中ではなんかあんまり自分の力になってないんですよね、正直、うん、ただ出てたっていうような感じで、だからまあ5年目ぐらいからですね、4年目5年目ぐらいですかね、うん、はい、え、俺がいくつの時入ってきたんだっけ、32? だから 30, ぐらい、まあ、30です、31になる年でしょ、じゃあ5年一緒にやってんのか、5年、4年か、
1,2,3 え、ベイスターズ1年やってるでしょ。そうやだ5年です。5年やってる、はい、最初2年目の時辞めるっつってな。そうですね、あのコーチ殴られてるあれはあれは未だに理由は分からないです。あれ殴られたな。いきなり殴られたんですか。いやいや呼ばれて呼ばれて呼んで、やめたなとか言ってローカーに帰ってくるから、おじゃらコーチが後ろについてくるんで、やめんなよしじゃあ殴んなよみたいな。なんでか分かんないです。分かんない分かんないです。だって外野がライトから遠投してたんですよ。で僕後ろに投げてたんですよ。じゃあちょっと来いって言われて、でそのままコーチ室コーチ室連れて行かれて戦われたんです。いやだから言う聞いたもんだって。分かんないです。どうしたのって言ったら分かんないです分かんないはずねえだろとかこっちは思うじゃない。いや、わかんないです。なんで殴られたか。本当もういいです。もうやめます。やめてたら3000年以上の試合数はなかったからね。ああ、そうっすよね。